マリオ&ルイージ RPG 久しぶりですがやらせていただきたいと思います。前回確かねヘラヘラグーンの手前ぐらいまで来たんだと思います。確かそうだったと思う。しばらく他のゲームにかまけてたからね、全然進めてませんでしたが、今回から再開したいと思います。早速このブラザーブロックを警戒に入れて、よし、これで、あ、早速地図が余った、大きなマップですね。ヘラヘラグーン、ここがヘラヘラグーン、なんだお前、奥さん知ってる、マメッコージの噂何でも探し物であちこち飛び回っていくとか、そうそう、まねっこ王子も大変ね、この辺りにもやってこないかしら。まめっこ王子が頑張ってあちこち飛び回ってる。あ、これはワープ土管ですね。全然見つけてないですね。1と5と8しかね、どんだけ見つけてないんだろうね。みんなの国鉄黒金は壊せない。ニュースよ、すんごい噂ゲットしてきたのよ。あら、それはどこからからか、まあ、光る豆が流れ着いたとか、それをヤドルフさんが拾っていったとかいう噂じゃなくて、違うわ、ヤドルフさんがそのままを貝殻に飾りつけてクリスマスツリーみたいになってるらしいのよ。それはすごいわね。ちょっと見に行ってみませんこと。そうね、そうしましょう。早速見つかったね、光る豆。クラゲ姉妹のリラクゼーションルーム。で、これは地図か。あ、じゃあクラゲ姉妹まで行ってみようか。クラゲ姉妹の前にこれだ。これ苦手だね。使用社員だわ。ギリギリまでわかんないっていうのがあるけど、反応ができない。セーブ挟もう。 OK、 なし。このエレンとガントンのミラクルハンドマッサージはすごいわよ。どっかすごいのか。お、来た、ミラクルハンドマッサージ100コイン。200コインでお願いします。今払ったんだ。なんかあるだろう。お、赤と緑、クラゲなのかな。いらっしゃいだわ、私エレン。さあ、どこが疲れているのか私見せてちょうだい。お願いします。そして私ガントン、私にも見せてちょうだい。どうやらあなた手がとっても疲れてるみたいだわ。こっちのあなたも手がとっても疲れてるみたいだわ。私たちのミラクルハンドで優しく揉みほぐしてあげるんだからね。おお、なんてこと、あなたファイヤーハンドマスターしてるんだわ。おお、暴発させてんじゃねえよ。 お前もかよ、あなたサンダーハンドマスターしてるんだわ。あなたたちただものではないよ。私たちちょっと興奮、ミラクルハンドのテクニシャンとしてあなたたちを無視できないわ。そうなんだわ、あなたたちのハンドパワーがあればあれを手に入れることも。とにかくマッサージ費は必要ないわ。その代わりとっておきのすごいハンドテクニックを教えてあげる。どうする、教えてもらえ。よし、来た、ハンドのブラザーアクションを手に入れられるかもしれない。おおよ、
まず緑のあなた。ハンドパワーを選んで。ハンドル。サンダーパワーを貯めて。こうやって前の人を感電させると、二人とも同じ方向を向いたまま十字ボタンで移動できる。あ、地味。背中に驚くように、痺れるように。電気を流してあげるのがポイントだ。背中で物を押したり横向きで歩いたりできる。はあ、はあ、実践。タイム。サンダル。ああ、なるほどね。どこで使うんですか。あなた覚えるの早いわ。次は赤いあなた。交代してハンドを選んで、ファイヤーパワーを貯めて右ボタンを押す。すると速く走るのか。ダイナミックに力強く燃え上がらせるのがポイントよ。この技を使えばダッシュで素早く移動したり何を押したりをすることができる。ほうほうほう。どこで使うのか本当に分かんないけど、鉄球にダッシュしてぶつかってみる。才能あるわ。教えられることはこれで全て。オベレン、細かいところだけど一つ忘れているわ。おお、そうだったわ。ダッシュオベレンは今向いてるのとは違う方向のボタンを押す、もしくは A ボタンを押す。お仕事、2つのパール豆を取ってきて。で早速これを使って早く移動と。どこにあるの？上に戻るの？あ、上か。お、これ。あ、あー、はいはいはい。サンダー選んで、これできる。あ、それでこう見えなくなってる、見えるときにこうして押すと、おお、あ、これでこのテレサイは解決だね。させられるマリオにも。おー、また、あー、それでまたこれを使ってホホホってなって、いや、うわ、間に合わない。パール豆を手に入れた。
せよ。あ、おま、デブ。ポキトキ。これまさか。タコ。あ、まいったっす。あんたらただものじゃないっす。あ、押せるようになった。これで、ウフマウンテンのやつとか通れる。入ったっす。わあ、また早いな。よし、一発。レッドパールの目。新しいアクションを手に入れることができたね。いまいち用途の、ああ早速出番あった。早速。Go。 あ、違う。Go。 ドン。毎回毎回突き飛ばされるこのカメね。なんか強そうな敵がいるよ。あ、しまった。Go。赤くなった。いた。とてもシンプルしかしそれが強い。おーい。ああなるほどね。甲羅ってわけか。お、ファイヤー来た。おー、ファイヤーボール。ファイヤーボール。こいつにはあんま効いてない感じ。聞いてないよこいつらに。あ、回復させやがった。いけ。こいつらは、あ、なんだ、基本的に攻撃が全然通らない。ジャンプ系の技じゃなきゃだ。相手最後雑。まあ、一応アイテム使っとこうか。お、またいた。こいつ多いね。ちょっと待って。うん。まいったっせ。どうして。また。お、見慣れない敵がいるよ。オーケー。うわー、針みたいになった。タコの枕。連打連打連打。ヘビー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 いくら投げてきた。あ、嘘。敵が強いな。おお。ここは逃げるしかないな。さようなら。よし。あんまり声の調子が入ったか。
やばい。強いな。雑魚敵がちょっと容赦ない感じになってきてるな。一回セーブしよう。よし。おーい、またこれかい。アクションで頑張らないかんボスがいるなんて、雑魚敵がいるなんて、何をレベルアップ、厳しい戦いになってきたかな。これが下手くそなだけだと思うんだけど、ゲーム内の自体が結構上がってると思う。おー、またなんかよくわからんのきたな。ヘラブミステリーアイテム、その2、その1は何？スピンボック。おー、上にマスクって、お兄さん落とされて、あー、そういうことか。おお、なんだあいつ、柄の悪いやつがいる。行って、わあ、もうダメダメだわ。全然ダメだ。
かしい。敵がね、強い。強いつか俺が下手。ちょっと下手くそすぎるわ、ちょっと。ああ、もう。オッケーオッケー。しょ。どこへ何と行こう。すんげえハード持ってくる。よし。もうね、敵が強くてね、立ち向かっていけない。いや、俺が下手なんだけど、それを言い訳に戦闘回避してるとまたこの先苦労すると思うんだけど、とりあえず道ができたから先に行こう。よし、セーブがある。よし、セーブ。はい、セーブします。